私もです、関わったことがある D1 グランプリというですね、はい、このドリフトのシリーズがあるんですけども、はい、そのシーズンチャンピオンでございます、藤野秀幸選手、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤野選手の車、うん、ちょっとご紹介していただきますけども、これはまずどの車体を使ってますか。まずトヨタ の FT86 っていう、はい、トヨタ車の車ですね。86って分かります。もちろん、はい、それのまさに、はい、それこそベースにイニシャル D って86。そうです。ああ、さすがよく知ってらっしゃるですよ、ね、これは AE86 というこの車体なんですけども、そのまあこれドリフト用に、そうですね、まさに改造というか、はい、これはもう まるっきりこうもうドリフトしますっていうドリフト用に改造してます。僕らその素人目分からないんですけど、はい、ドリフト用の車にするためにはどこにこうポイントを置くんですか。まず一番の最大のポイントはもうハンドルの切れる量がもうすごいんですよ。違うんですね。車をこうスライドさせながら、はい、スライド横に向ける、はい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 、こう分かるんですか。こういう状態でもうカニのように横スライドしていくので、はい、でそれを耐えるためにハンドルをいっぱい切れるように。本当に僕も大人に乗らせてもらったことあるんですけど、ここまで切ってここまで切ります。すごい忙しいじゃん。本当にそうですよ。めちゃくちゃ忙しいです。タイヤとかも、ね、あとちょっと中ばお二方見てもらいたいですけど、うん、はい、わかります。ちょっといろんなものがなかったり、はい、後ろとかどうやってるんですか。もうこれは後ろはもうシートとか普通ついてるんですが、そうそうそう、もう全部軽量化のために、全部外して、ここリクライニングできないです。なんかここの何枠がでかいね。いや、そうそうそうなんです、そうなんです。ゲーミングチェアみたいな、え、ゲーミングチェアみたいな、確かに、そうそうそう、本当に実はまさにゲーミングチェアはここから来てる、はい、え、あ、そうなんですか。はい、そうなんです。車の皆さん技術が実はまさにどういうことかというと、長時間乗っても疲れないような椅子作りをしているので、はい、そこからゲーミングチェアもそうですよね。わ、まさか、すげえ繋がった嬉しい。これルーツです、まさに。選手これ乗っててもなかなかやっぱり疲れ、ね、そうですね、もうこういうこのシートを使うことによってもう体が揺れないので、うんうんうん、もう全然疲れないし、ステアリング操作が集中してできるので。なるほど、うん、あとはまあタイヤもどうですか。ブレーキとかの強さとかもそうだと思うんですけど、うん、ブレーキはですねこの車は、ノーマルです。うーん、ノーマルなんですね、はい、これは。で基本ドリフトはあまりこうフットブレーキをそんなに使わないので、うん、あまりブレーキはリアブレーキは何しろ必要なんですけど、うんうんうん、リアブレーキに関しては早くこうサイドブレーキを引いて車を横に向けたりするので、すごいですね。なるほど、そう本当に急ブレーキですね。だからまあ皆さんが乗っている車とはちょっとそういうところでポイントポイントで違う作りになっているっていうのがコントリフトの車でございます、はい、なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。続いて藤野選手、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いていきましょう。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。